太古の昔、神々が人間を作った。そして神々が人々のために美術を作り出した。ある日、人間の一人が美しい旋律を奏でた。その人間の名前はヴラディミール。彼の楽器はフルートといった。そしてこのように音楽が生まれた。ヴラディミールのフルートは生き物たちの魂を魅了した。そして神々の心さえも動かした。人々はヴラディミールの音楽を愛したが、神々がヴラディミールが彼らよりも強くなることを恐れた。神々はヴラディミールの目をえぐり、耳を引き裂いた。彼の鼻をむしり取り、舌を引き抜いた。二度と音楽を作ることができなくなってしまったヴラディミールは、地下の世界へと追放された。深い暗闇の中でヴラディミールは復讐を誓った。彼の音楽を愛する人の心と魂に乗り移る。神々を凌駕する力を得ることを彼は神々の悪夢となった。